はい、どうもフリッチです。今回もですね、マシンキーやっていきたいと思います。さあ、前回ですね、今いるこのルートを作りまして、新しい時代で増えましたこのスティールですねを運べたと。で、このコインがね、溜まっていっていて、このコインはですね、新しいこの時代の列車に使うので、必需品ですね。まあこの辺かな。200枚とかいりますね。 GM40P、 これ一応目標かな。じゃあ200枚ですね。1車両で200枚なかなかですね。でもミッションもね、進めていきたいんですけど、まあこの一つ終わってる前提ですよ。もうこれ終わってるみたいなもんなんですが、新しくね、ここ町もね、多いのでいいんですけど、3つ4つだね、4つありますよね。プラスここオイルがね、3つあって、ここにファクトリーもあるので、町をつなげつつオイルを集めて、ここでできてきたね、この荷物を運んだりして冷気を上げようかなと。で、町はね、4つあるんですけど、まあちょうど四角形みたいになってるんで、まあここをね、最初の町としますが、ここですね、もうすでにルートがあるので入りづらいと。どうしようかですね。こっからまっすぐ入ってトンネルとかで行くっていうのが一番干渉しないかな。ここに入るルートが問題ですね。で、一番邪魔してるのがこの、まあ、砂ですよ。これね、これ消しましょうか。まあ、ここまでは行けた方がいいんですけど、同じようなルートでね。ここに駅を作って、どうしようかな。こっちから入るのか横から入るかですね。横から入ろうなら別にどうでもいいかな、これは。あ、ここいいですね。ここでこれ邪魔だと思いますけど入りまして、ここに合流して入れると。これ邪魔にならないかな。まあここら辺邪魔ですけど、さっきよりはいいかなと思うので、これでいきましょう。ではルートをこっから始めた方がいいかな。まあ一つは、まあここで縦に作って、でこう入ってきてトンネルとかで行くですね。で、この辺は特にルートがないので、こう一気にこの辺を平らにしまして、どう入ろうかな。これ邪魔かな。ここで横に突っ切ってどうにか頑張って入ろう。3つは欲しいですね。ちょっときついな。まっすぐだから、でもここに家あるんですよね。まあ途中でどうにか曲げていこうか。でこれ橋あるなら頑張ればいけるんじゃないかな。この辺で合流させたいですね。で、問題はね、どう入るかですね。こっからやってみよう。こうだね。で、橋を1つ、2つくらい設けようかな。これがね、一番最初の曲がりなので、まあちょっとここだけ分岐してやろうか。最初のとこだけね。切り返して同じようにね。
了承してきた、できた。これだけできればね、もう構築簡単ですね。まあ、特にここは交わるだけだからいいかな。で、ここは別で組んで、どっかで合流させようか。よし。トンネルかな？まあ、トンネルしかないですね。橋があるので。ここだと邪魔だな。ここなら干渉しないですね。ただ、めちゃくちゃ入りづらいんじゃないかな。あ、行けますね。あ、そんなルート行けるんですね。へぇ。あ、消すんだ。なんだ、行けたのかと思った。まあ、融通を聞かせてくれましたね。で、ここ通ってる間はね、ここ赤になるので、詰まる原因になるんですけど、どうにかね、止まらないようにやりたいですね。だこの真ん中のだけ、どっちでもいけるようにやっとこうか。できるのかな？さっき置いたね、この信号が邪魔になってますね。ああ、そうか。それもやると、この置き方になっちゃいますね。まあ、ですが、これなら、真ん中だけ、隙に入ることができると。で、どうしようかな。あと、つなぐだけですね。一回、まあ、住居だけつなごうか。住居というか、町ですね。あ、石炭もあるね。石炭持っていこうかな。まあ、いらないか。石炭は、あ、ここも持っていけないので、まあ、持っていくなら、このツールワークスですね。まあ、反対側なんで、最後でもいいかな。まず、町まで一気に行こう。先に、ステーション作ろうか。内回りかな。内回りでちょっと曲げて、ここは外回りで入ろう。あ、これ困りましたね。平らにしましょう。で、ここ上がる必要があるので、まっすぐならいけるので、どっかで曲がろうかな。これくらいかな。あー、とりあえず3つでいいですね。で、ここに作ることによって町の拡張性をね、維持してかな。で、次ルートですね。あ、行けちゃう。行けちゃうんですね。あ、これ弱ったな。こっからちょっと腕の見せ所だったんですけどね。あ、ここはここ行けないですね。あ、でも簡単に直そうと思えば直せますね。ここが影響してて、あー、これちょっと大変だな。まあ、今、多分これでまっすぐはいけると思うんですけど、曲がれるかどうかですね。曲がれないですね。ならどっかでこっちに合流するルートかな。うん、この辺でいいですね。こっか
から3つか、大変ですね。これいらないかな。うん、ここで待って入れれば入るでいいですね。一個外回り行けないかな。こうまっすぐなら行けるんですよね。だから一番奥用のルートですね。いいね、ここで合流しちゃおう。よし。で、これはもう下がれないんで、橋ですね。ここまではいかないですよ、さすがに。で、これは使わないかな。降りるだけでいいか。ならこれでいいですね。もうちょっと長いなら違う橋に変えようと思いましたけど、はい、よし、ありますね。コインはあるので、あとはちょっと曲げながら2本目は合流しよう。3本目だけまっすぐ行こう。もう1個前かな。で、まあこれは簡単ですね。特にひねりなく入ればいいですね。まあ、先に大きめに取っといて、オイルもちょっと確認しながらやらないといけないですね。よしよし。で、どっかで、あ、ここかな、ここら辺で真ん中だけね、選択できるようにしていきますね。まあ、とはいえ、まあ、自由に行かせましょう。に降りて、あとは自由に。で、ここでまた集客しまして、最後の街ですね。はい、これでいいですね。基本は同じ作りでね、どん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 入れていって、こことここですね。で、この手前はこれ自動使うか、さすがに長いな。はい、あれ置けてないですね。はい、結構でも間隔短い方かな。で、細かい部分を調整すれば終わりですね。で、橋の中央につけて合流ですね。いや、できました。ではどうしようかな。つなげるのであれば、つなげるというか、つなげれば、いつものディポから持ってくれるんで、つなげちゃいますか。ここに入るルートですね。からこっち、こっち向き、あー、一回こうで回りますね。よし、ではね、2車両出しますね。
何の音でしょうね今のねなかなかすごい音でしたね。まあ結構このコイン溜まってきた、1600枚あるんで、でこっから取るのでね、このサシャかな、 SASHA ですね、871、これ出しましょう。前回作ったこのコインも使うので初の試みですね。速度もあって積む量も多いのでちょっともったいないかな、もったいない気がするね。手紙もないですからね。そう、手紙がないんですよね。人だけ積むだとこれちょっとオーバースペックなんで、オイルの時に使いましょう。もっと軽いのない？あ、これ軽いですね。こっちにしますね。 V220、まあ、360トンですが速度はあると、これよりね。だから、お客さん用かなと思いますね。でダイニングカーを使い利益を上げながら、まあ、人を積むしかないので、これをね4つで100人なんですよ。で今3つしか積めないんで3つですね。いや悲しいね、積めなくて置けないと。で手紙を持ってってもしょうがないので、あーそうだね、じゃああと1個簡単なやつを積もうかな。なんか1車両で十分っぽいですね。まあ、100人で行きますかね。少し待てばね、たまるので、はい。で、こっから来るんで、あ、スタートでもいいけど、一周を巡るルートですね。まあ、これ基本の形ができたので、あとはね、強化しましょうか。ここ結構発展しやすいね。まあじゃあその間にねオイル作りますか。オイルルートね、もうここも行かれてるんで先に変えちゃおう。こうですねこれまあ取りやすくしていくと。で、ここに合流しちゃって、一個ずつ拾って合流しようかな。そうすればね、少ない列車で、一気に積んで、さっきのあの、何ですかね、あの、ミニゴ、SASHA だっけ。あれを使えば、オイルを1回で200とか持っていくことができますね。これですね、650だからそんなにはいかないか。まあ簡単に作りますね。だからゴールが難しいか。まあ、こっから入るのはいいんですけど。とってここですね。で、こう出ていくと。で、ここでできたらもう往復でやっていいんですけど。まあ、こっちでもいいですけどね。こっから入るルートが難しいですね。だから、まあ、ここかな。いかけしましょうか。あ、いけるいけちゃいましたね。はい、でとりあえずね、強化しておきましょう。まあ2でいいかな。で、どうですか？まあ、こっからですね。まあ、砂も回収できるぐらいの勢いで。これこっちがいいかな、速度的にはね。で、駅を置いて、これはねかなり速いルートですね。速度落ちる場所がほぼないので、ああ
ダメですね。ちょっと待ちますね。このコインがないので置けないですね。とでももう来たんじゃない？一応ゲーム止めずに作ってはいるので来てないか。一回じゃあ待ちますかね。あ、来た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 。めちゃくちゃかかってますけどね。まあさすがに作ろうかな。別に縛りでもないですし。リポ作る場合往復できないといけないんで、新しく作るときって、まあこの辺の途中かなに作ろうかなと思いますね。あ、逆にこっちの方がいいか。まあまたここで使うので、よし、今なら置けますね。で、まあ、一回この辺先にステーション作ろうか。抜けるので近い方がいいですね。ここでいいか。よし、で抜けると。まあほとんどいらないと思いますけどね。軽く、これ完成ですね。あともうたまったこれをね、いやどうだろうな、2車両くらいでやろうかな。間隔空けて出せばいいんじゃないかな。で、ちょっと木をね集めたいですね。一番何気に使ってますよね。列車でも使うし、もっと木集めよう。で、完成したものを運ぶルートもちょっと作りますね。一応往復しようかな。だから送るものがこれだけなので、まあ、ここですね、置いて往復しようか。で、減速していいや、はい、後であげましょう。ここからね、出入りしましょうか。まあ5ですけど、実質まだ2しかないですからね。全部作って開けしているんで。こんだけでいいですね。てか、あ、来たんですね、ついにね。よし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 。出しますね。出せるかな。出すのはいいんだけど、カゴがあるかな。今走ってるのがこっちですね。まあ速度がある方ですね。こっちか。あれ？あ、こっちか、こっちですね。 V220。今から出すのがこの SASHA871 と積めるだけ積もう。でこのコインはないので、長かろうと、まあ、絶対長いですね。ちょっと全長みたいな、こうですねあ、ちょっと多いな、ちょっと多いですね。これでもいいんですけど、あ、こうですね。なんだろうな、一回ちょっとどこまで戻せるか。こんだけでも十分長いと思うんでね、ここで走らせましょう。
で、もし、まあ、少ないようであれば、一回戻してね。まだ戻せないですけどね。で、まあ、どっかで出口作って、あ、ていうか、こうですね。あ、まっすぐ。ここでいいか。この分岐帯で、手前にしましょう。ここら辺からカエル用のルートですね。ここで一直線で戻っていくと。普段の道には帰れるんで、まあ緊急時というか、まあこの辺で戻したい時にこっからね入るルートですね。ドックインですね。さあできましたよ。あ、まだ行け。おお、いいねいいね。あ、レトロですね。まあ、その最初の方の列車ほど昔感はないですけど、現代からするとレトロですね。まあ、全部レトロですけど、割とまだ馴染みのあるモデリングですね。来た来た来た。どんくらい余るかですね。あ、案外余らないか。まあ、速度があるので、まあ、これくらいならいいかな。うん。あ、ね、なんもないんで詰めろに時間かかりますね。さあ、あと来て来て、あ、100人乗ってる。いいですね。これも一応収まりは聞いてないですね。まだあるんだっけ、パワー。あー、100はないか。あと2車両分くらいのパワー残してますね。1回入れてもいいですね。まあ2つであれば収まるんじゃないかな。さあ今回ですね、新しいルートを作ったのでここまでにしましょうか。さあ全体で見るとね、こんだけ来ましたね。こっちはもう自動でどうにかなっていると思うので、うん、まあいじることはせずにね。余っていますけど、このパフォーマンスで回して、次回ちょっと木をね集めようかなと。まあこのオイルのコインと石炭のコインっていう、まあ燃料系のコインはだいぶ余っているので、素材ですね、列車出すのに使うコインだったり、まあもっと大事なこの貨物の部分ですね、これにひたすらこの鉄と木の板のコインを未だに使うので、この2つを集めていこうかな。木に関してはですね、木に関してはあんまりないんですよね。こっちの方に来ても木を加工することができないので、まあ、木を持っていくだけになっちゃうんですよね、こことかに。だから今あるこのルートですね、ここ、このステーション14ラインを強化しようかなと思いますね。